欲しいイコール正義だ。題して科学王国写真日記。カモサッチはもちろん、マストの下に移したぞ。戦場カジノを設置。それはいらねえ。流水の模型線を一旦分解してパーツごとに拡大コピーする。本番じゃ48倍パンタグラフ拡大機を使う。アホほどパワーがいんぞ。絵ってパワーとかいる？原寸大まで拡大した設計図で船のパーツごとに調整してく昔ながらの造船法だな。何ヶ月かかんの？気長にやるだけだ。みんなでウィンタースポーツにでも興じながらな。ああ、商品なのねこれ。ドラゴがっぽり。大事かもね、イベントグッズ。オーデンで作ったオゾンに月桂樹ぶち込みゃ力ずくでバニラエッセンスが取れっからな。ああ、バレンタインね。ほら、イベントごと大事よ。ドラゴ、うんじゃない、みんなの式のために。うんうん、なんともない。ともかく取っとくから私、全部全部。みんなの書き込みも歓迎だよ。難しいけど、ともかくこれすればレベル1の雑魚鉄が超丈夫な鋼鉄っちゅうのに変身しちゃうわけね。旋盤だっけ？何作っちゃうの？レベル2の旋盤を作る。工業の階段だ。旋空たちが地道に汗を流している中、これがシルクの水着。素晴らしい触り心地ですね。え、本当触り心地？触ってみてもいい？完成まで1年か。意外と早かったな。そのセリフ大昔にも聞いた気がするな。